皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えする話は、こちら、リピーター作りの仕組み100事例の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて10の切り口で解説しています。今日はその中の一つの難関型っていうものについて考えてみたいと思います。難関型っていうのは、ネーミングに関するリピートする仕組みなんですが、結構ね、難関なので、難関型というふうに名付けています。では、事例をご覧ください。はい、例えばですね、ここに今3つ、例が出てるんですけど、例えばですね、人の名前っていうものありますよね。人の名前っていうものも、実は、今後リピートする仕組みとして非常に重要な要素を持っています。例えば、自分の名前を覚えてもらおうと思った時に、同姓同名がいっぱいあったりすると、当然自分の名前を覚えてもらいにくくなりますし、最近ではエゴサーチと言いまして、自分の名前で検索したときに、自分の名前について、書いてくださっている、お客様にお礼を言ったりする。ね、Twitter とか Facebook で検索して、自分のことについて書いてる人を見つけたらお礼を言ったりすることができます。そうすると、相手も喜んでもらえて、リピート率を高めていくってことができるんですが、同姓同名がいると、検索するのが容易じゃなくなります。だったら、ちょっと名前をね、変えましょうっていうことで、例えば、漢字だけど、ひらがなするっていう人もいるし、佐藤っていう名前はありふれてるから、佐藤ひらがなするっていうのもあるし、下の名前が読みにくいから、ひらがなすることによって、世界で一人の名前を作るっていう方法もあります。このように、ひらがなする、カタカナする、全部ひらがなするとかですね、方法を使うことによって、検索した時に自分しか出ないっていう状態を作るってことが、ネーミングにおいてリピートする仕組みで大切な要素になります。ありがたいことに私の名前は、結婚して名字も変わったんですけど、下の名前が変わってるので、フルネームで検索すると世界で一人しかいないんですね、この名前。そうすると、検索した時に Yahoo のリアルタイム検索、Google の24時間以内の検索などを通しても僕しか出てきません。そうすると、その方に、その私のことについて書いてくださっている人にお礼を言ったりで、友達になったりとかメッセージを送ったりすることができますよね。そうすると、相手は喜んでくれます。びっくりします。で、関係を作っていけば、より深くなって、それが今度リピートにつながっていく、ことになるわけですね。なので、名前を、世界で一つの名前に、ね、改名するの大変だと思いますけど、インターネット上で名乗る名前だけを変えるっていうことは簡単できますので、ぜひね、このように考えてみましょう。会社名、サービス名も大事だけど、個人名も、世界で唯一のものを作るってことは大切かなと思っています。はい、今日は、名前に関するリピートする仕組みについて考えてみました。リピートコンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。